どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになるよということで、日々簡単レッスン公開しております。今日ももりもり始めていきます。さあ、本日のテーマソングはですね、夏メロです。これです。ドン、寺尾明さんのルビーの指輪。こちらのもうですね、もう僕が子供の頃これめちゃめちゃすごかったですよ。ベスト10とかずっと1位だった。はい。で、これが2023年の紅白歌合戦で寺尾明さん登場して歌われたということで、やっていこうと思うんですけども、この有名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げてます。2018年だったんで、もう今からもう6年とか、もうそのぐらいの前になっちゃってですね、今ここでですね、もう1回、かなり今回、ハイパー解体版です。すっごい内容濃いですよ。かっこいいバージョンとかもうやばいことになってますけど、これめちゃめちゃ楽しいんですよ。これガズレレ大学っていつもご紹介させてもらってるんですけどね、YouTube メンバーシッププログラムで大学をやっているんですけど、その中でもこれ課題曲になったことがあって、めちゃくちゃ去年のだから秋ぐらいに深掘りしてるんですね。濃厚にレッスンしたい方、ガズレレ大学でもね、これおさらいできるんでおすすめなんですけど、はい。今回もモリモリでやっていきます。はい、本日は G ラブのブラックビューティーモデルウクレレと、はい、初めてウクレレ、こちらの2本を使ってシンプル簡単バージョンはこの初めてウクレレ使ってやっていこうと思うんですけど、こちら初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひ皆さん Amazon で初めてウクレレちょっと調べてチェックしてみてください。さあ、それでは、レッスン入っていこうと思うんですけど、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。こっちは大丈夫です。本当に初心者さんでもすぐできるようになってますから、ご安心ください。こっちは大丈夫ですよ。さあ、ただし後半はですね、とんでもないことになってますから、とんでもないぶっ飛びレベルでございます。もうフレーズがいっぱい出てくるのと、あとリズムですね。まあ、お楽しみにしておいてください。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからどんどん自分の手で音楽楽しく生み出せるようになりますよ。ぜひ始めてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。ルビーの湯は2024年、改訂版、スーパー回転版ですけど、シンプル簡単バージョンは簡単ですからね。はい、簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 曇りガラスの向こう風の街、問わず語りの心が切ないね。彼ら一つの重さもない命、あなたを失ってから、でん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 、背中を丸めながら指のリングを抜き取ったね。誕生石ならルビーなの、そんな言葉が頭にうつむくよ。あれは8月まっぱい日の中で誓った愛の幻、でん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 。そして2年の月日が流れ去り、街でベージュのコートを見かけると、指にルビーのリングを探すのさ。あなたを失ってから、
冬はガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーこのメロディー怪しげでセクシーなこの感じたまりません、ね、今聞いたらもうめちゃオシャレ曲ですよこれは。まあファンキーで、でも今の4つ弾きでもねこの歌の世界観がすごいからですハマることができると思います。今の簡単バージョンはコードがですねでも9個出てくるんだ、結構コードは多いですけれどもですね入門コードばっかりなんで大丈夫でございます。そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。一番を全部やって、最後ね、サビをこう、ラストのサビをこう繰り返していったということなんですけれども、これフルコーラスでやってみたい方も、まずは今のガズレレバージョンでやってもらって、これね、フルコーラスでやりたい方、これコード進行は繰り返しになりますんで、一番で今やったコードを書いて、二番の歌詞を書き加えてオリジナルの、楽譜を作ってね、後にやってみてください。ひとまずはガズレレのね、動画見てもらって練習してもらいたいんですけど、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながら、ウクレレに合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの今やった簡単バージョンと一緒に合わせて弾けるようになったら素晴らしいと思いますよ。これ気持ちがいいですから、思いの丈を思いっきりこのリズムと歌に乗っけて弾いていってください。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップに行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、それでもやっぱり歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはやっぱりなかなか大変ですから、やっぱり楽譜的なものを何回も何回も見て練習するのがいいと思います。で、何回も何回も練習していずれ覚えちゃって夕日に向かって夜空に向かって歌うとか素敵だと思うんですけれどもですね、でも楽譜ってどこにあるんですかって声が聞こえてきそうですけど安心してください。今の演奏は、はい、ガズさんの手書きノートに書いたこのルビーの指輪2024年版のこの楽譜を見て今演奏していきましたと。で、これ今ね、もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きくとしてみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、その前にこちら紹介させてください。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたルビーの指輪の改訂版を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な山のような楽譜のストックリストの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。2024年改訂版のルビーの指輪、指輪の輪はこういう感じなんですね。ちょっとこれはねノーマークでした。テレオアキラ、このアキラさんの字もね難しい感じですね。はい、イントロです。これねシンプル簡単バージョンはちょっと難しいコードがいっぱい出てくるんで、イントロは省きました。かっこいいバージョンでは完全再現です。で、ちょっとこれ後で解説するけどお楽しみにしておいてください。で、今日ポイントになるのがかっこいいバージョンでは見てフレーズ1って書いてある。フレーズがね今日1、2、3と出てくるんですよ。この辺はね濃厚に解説していきますからね。ひとまず簡単バージョンは歌から始まりました。この辺はコード簡単になってます。で、かっこいいバージョンはこのイントロ、この見たことねコードがいっぱい出てくるんで、これ解説していきますね。後にね、これから後半かっこ解説していきますということです。で、こんな感じで写しておくので皆さん一時停止してノートなどに書き出してください。そして今紹介させてもらったガズクラブでこのルビーの指輪の、でガズさんの手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードしていただくのもめちゃくちゃ今日も有効になっております。ガズのノートの特徴はいつも言ってることですけど、この言葉の上に点が書いてあるですね。これね、ちょっとこれ歌ってみると、曇りガラス、ここで点が使えてる。ここから Am です。ガラスの向こうは風、ここで Dm になる。
ここの V マークでね、休符ですからね。こんな感じでリズムが分かるようになってるっていうのがこのね、ガゼロノートのね、特徴でございます。あとは、歌詞カードには出てくるのはこの伸ばすところ、ガラスの向こうはとか、こういうところ書いてないですからね。こういうのかなり参考になります。ぜひガズクラブにご加入いただいて、このガゼロ手書きノートのデジタルデータ学具をご活用いただくのもかなりおすすめですが、お時間ある方はこの通りに書けばですね、いいと思いますんでね。今映しとくんで、一時停止して、書いていってください。はい、いいかな。まず 1A1B まで。ここもいっぱい書いてあるね。これね、フレーズ、ここも1ですよ。ここもフレーズ1、ここもフレーズ1ですからね。はい、でここもなんかこういう2弦のとか書いてあるんで、いろいろこれ今日ね、もう覚悟しといてください。かっこいいバージョン。ここもですね、こういう決めが入るんですね。書いてあるけど、1弦の3、5とか書いてあるんですね。ここもコードが変わってます。ここは B7 というコード、かっこいいバージョンでは使っていくよと。でここがもう最強難しいところです。ここはここサビの前のところ、これもね、もう心しといてください。かっこいいバージョン。はい、でここからサビです。ここからはですね、もうサビのコード繰り返しで歌の歌詞が変わっていくということですね。これをこのサビをやって、もうこれラストの方のサビになっていきますんで、こんな感じで写しておきます。かな、最後はチュル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 ってなっていきますね。なので構成としては今回ガズレレアレンジシンプルなんですけれども、はい、こんな感じでちょっと写しとくんで書いておいてください。はい、じゃあ出てくるコード、ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、簡単バージョンで出てくるコードはコードネームだけです。言っていきます。 C と A7 と Am と Dm F D7 G7 E7 Em7 の9つのコード。いや9つもあるのか、9個か、多いなと思うかもしれないけど、これね、安心してほしい入門コードのグループなんでバッチリ大丈夫です。これです、ガズレレ必須コードの、コードのグループなんで、もう全然大丈夫なんです。はい、このガズレレ必須コードつのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにねドーンと10個覚えようと思うともうごっちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。ここからですね、もうすっごいことになりますから、ちょっと覚悟しといてもらいたいっていうのあるんですけど、まず歌を気持ちよく歌いたいですからね。でこれね、原曲聞くとね、曇りガラスの向こうは風の街、このすっごいこのビブラートが入ってるんですよ。問わず語りの心が切ない、これがねすげえ再現しようとったら難しかった。だからまあ、最初はね、曇りガラスの向こうは風の街でいいと思うんですけど、慣れてきたら、曇りガラスの向こうは風の、このちょっと拳を聞かすのもね、面白いと、マニアックにちょっと聞いてみると、いやーこれ結構歌奥深いなと思いましたが、まあ最初はね、基本のメロディーでいいと思いますけどね、そんなのもちょっとお伝えしつつ、ここからかっこいいバージョン、解説入っていきます。コードがですね、4つ、追加になります。まずはね、B7。これをちょっと押さえづらいコードですね。これ。こんな感じです。2弦の2フレット、3弦の3フレット、4弦の4フレットで1弦は押さえないんですね。これが何が難しいかというとですね、流れで弾くと難しいんですね。Dm からなんで、Dm から B7 なんですよ、今回は。そしたら、こっから Dm から B7、一回指が全部離れちゃう、空中上する感じになるんで、ね、これが難しいんですけど、まあ Dm からなんで、でも今日ね、フレーズを弾くからな、まあとにかく B7 押さえづらい。やってみたらわかるんで、ちょっとこれ B7 入れてみてください。で、これとちょっと似た形で、A シャープメジャー7というのはイントロで出てきます。これ面白いことに、はい、B7、今押さえた B7 のこの形のまんま、こっちに1個ずれるだけですからね。はい、これいいでしょ。これ A シャープメジャー7と、これ B7。この1個違いで名前が変わります。はい、これ覚えやすかったかもしれない。で、今日ね、面白いコード。さっきのと似てるけど、Am メジャー7っていうのが出てくるんですよ。それ何かというと、ここです。4弦の1フレットだけ。これ指1本なんで、これは簡単。これもイントロで出てきますね。はい、そして今日はね、驚異のコードが出てきます。Am7 です。なんとこのコード見てもらったら分かるけど、何も押さえないコード、これが嬉しいんだけど逆に難しいですよ。離しちゃうから戻り場がなくなるみたいなところ、なんかネックが下がったりしてですね、なかなか事故が多いコードなんですけど、まあひとまず何も押さえない、このコードを使ってやっていこうというふうに思いますと。はい、でこれから今日はもう濃厚なんですけど、最初にリズムをね、紹介しておくとね、今日出てくるリズムはね、もうこれだけ、ドン16ビートのチャなんですけど、裏拍で始まる超ファンキービートです。はい、これはですね、もう、つまりこの動画を
見てもらわないともうできないリズムなんですね、これ。これは、ここにサムネが今乗っかってますけど、これ概要欄に貼っときますけど、シーズンインザサンチューブので解説してるこの超かっこいい16ビートのグルーブなんですね。これ、今日もほぼこれです。あとはもうメロディーとか、キメのカッティングなんで、なかなか深いことになってるんで、まあ今日はこの動画をちょっとリズムの基本にさせてもらえるんですけど、このリズムっていうのは基本的には16ビートのちゃんとカッティングが混ざったリズムなんですね。はい。で、歌の中ではですね、ほとんどこのリズムです。ちょっと Am で練習してみると、1、2、3、4、こんなリズムになるんです。かっこよくないですか。これじゃあ最初の曇りガラスで歌ってみると、ワン、ツー、あ、じゃあ曇りガラスの向こうは勝手の街、わずがたれる心が切ないね。かっこいいでしょ。ツッタンツタッタンダタカツカツッタンツタッツ、この裏で来るリズム、これやってください。ここでめちゃくちゃ解説してますからね、概要欄にこれ貼っとくんでね。はい、チャッチャッチャンダタカ、これが基本になります。一応出しておこうか。はい、バツはカッティング、丸は引く、星はチャですね。そうするとツクタツチャタツツタンダチャカタカ、こんな感じです。ツツタツチャタツツタンダチャカタカ、ツクタツチャタツツタンダチャカタカ。はい、これかっこいいリズムで、この間ついこの間もこれこのリズムで、恵みの人やったばっかり、これ恵みの人もこのリズムだったんです。このね、ファンキーでグルービーでね、この時代特にこれ多いかもしれないです。このリズムが。はい。かっこいいリズム、ぜひものにしていただければというふうに思うんですけど、今日はちょっとそれよりもですね、もうこれからちょっと長い旅に出ますからね、めちゃくちゃ奥が深い、フレーズがたくさん登場します。まずイントロからどんどんやっていくんですけど、今回フレーズ1。これが出てきます。タブ譜でちょっと説明しましょう。これタブ譜。これタブ譜の読み方わかんない方は概要欄に貼っておくんで見てもらいたいんですけど、最初にこれコードって書いてあるじゃないですか。ちょっとイントロのコード見てもらうとこんな感じになってますね。Am、Am メジャー7、Am7、D7 なんですね。で、このコード、これ今映ってるこのタブ譜ってこのワンブロックに対しての説明になります。ちょっとやってみると最初 Am だから、コードっていうところで一回弾きます、コード。バッと弾いたら、カッティングで止めて、次1弦の0フレット。次、2弦の3、4、5なんですけど、これ一瞬弦です。早いでしょ。これハンマリングオンという技なんですけど、見ててください。一回、2弦の3フレット人差し指に置いといて、右手一回弾きますよ。そして、伸びてる間に、こうやってやるんです。これをハンマリングオンと言います。すごい早いからね。その次、1弦の3。また2弦の3。で、ダダって書いてあるでしょ。これは、最初のコードをもう一回、ダダで弾くんですね。ちょっとめちゃゆっくりやります。最初に、ダ、ゼロ、三、四、五、一弦の三、二弦の五、ダダ。これ、かなり早いですからね。せーの。こうなります。ダッパッドリリダッポッダダ。もう一回。聞いたことあるでしょ、これ。ルビーの指輪、このイントロなんです。で、次は、A シャ、A マイナーメジャー7だから1個ずれるでしょ ?1 個ずれた。4弦の1フレットになります。それ同じ。次は A マイナー7だから何も押さえない。はい。次 D7 です。はい。この順番でやっていくわけです。このタブーの読み方分かったよね。で、これ、ポイントはこのハンマリングオン。この練習は、デレレデって、これが難しいです。ただ、ただ、はい。ここがもう悶絶です。これ、さっきも冒頭にも言ったけど、このフレーズはですね、もうガズレレ大学、この YouTube メンバーシッププログラムガズレレ大学で、もうね、どのぐらいだろうな、10回ぐらいにわたってこの曲取り上げてるんで、本当に深掘りしたい方、ガズレレ大学のアーカイブで入ってもらったら見れますからね。これめちゃめちゃ面白いフレーズですよ。確かにめちゃくちゃ難しいわ。リズムキープが大事になりますからね。この僕の体のノリを見てやってみてください。せーの。2、3、4、1。2、3、4、1。
感じです。これはもう練習あるのみ、このタブ譜を分析しまくってですね、コード弾いて1弦の0、2弦の3、4、5、1弦3、2弦の5、コードコードでございます。これしかも歌の中でもこれ出てきますから、これがフレーズ1。はい。で、あのイントロの後半をちょっとやってみますと、せーの、でん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 っていうことです。矢印マーク、これシンコペーションで今分かったところ、リズムがズコーンズコーンと前に食い込んでいるでしょ。これ伸ばしたままなんですけど、すごいこの食い込みが続くんで、自分のいる位置が迷子になっちゃいがちなんで、ちょっと注意です。これイントロ全部やってみましょう。せーの。はい、ここ。伸ばす。曇り。ここからガラスの向こうはガッツタッチタンダダ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 。あの16ビート、裏で来るやつに入ってきます。ここのイントロだけでももうやばいでしょ。このフレーズ1っていうのが、そこそこで出てくるんですよ。ちょっとこのまま続きますね。彼は一つの重さもない命。こんな感じです。ここでもフレーズ1。今度は Am ですからね。はい。で、背中を丸めながらから、また同じリズムです。背中を丸めながら、スタッツタンダッテのリンク、リンク。次またフレーズ来るよ。Am で、抜き取ったレッタス。ダンダ、チャカタカツタンダ。二弦の4、3です。ちょっとこのリズムよく見ておいてください。ガズの手と一緒にね。ダンダツカダカツタンダ、4、3。わかる？二弦の4、3です。二弦の4、3。一瞬フレーズですけどね。で、その次、どんどんいきますよ。お礼に返すところが、これが今日やばいです。お礼に、ちょっと聞いててくださいね。お礼に返す。一弦の、俺に返す。次 Dm。つもりならば。この一弦の3535ってことで F と Dm でやりたいんですけど、これやってみたらわかるけど、F 押さえといて一弦の5フレットとかめっちゃ遠いんですよ。この距離がめっちゃあるでしょ。で、Dm なんて押さえたままこれ5届かないから、今日はとっておきの裏技を紹介しようと思います。ちょっと見ていてくださいね。俺に返す。今分かった？俺に返す。3はいいよね。F 押さえたまま、1弦の3フレット押さえられるじゃん。5はもう届かないというか忙しいから、もう1弦の5フレットだけにしちゃうんですよ、ここで。それで、ゆっくりやるけどね。ゆっくりやりますよ。俺に返す。分かんないでしょ、案外。1弦の5フレットだけ。全部こっち弾いちゃっていいです。俺に返す。1弦の5フレットの時は本当に1弦の5フレットだけでもいいんじゃないかと思ったんですね。これ全部押さえようと思うとめちゃくちゃ難しい。便利返す森ならば届かないんですよ、ここ。 Dm 押さえたまま1弦の5フレットにね。だから Dm3 はなんとか押さえて、5の時は一瞬だからこう離しちゃう。これがガズの裏技でございます。で、その後に、よしゃいいのに B7 のコードなんですよ。ここがもう、このが、ここのフレーズがもうね、やばいです。俺に返すから。俺に返す。森ならば、ててね。B7 がまた、これ、不意に出てくるとびっくりしますからね。もう一回。俺に返す。ですかね。ここ難しいよ。で、その次、捨ててく、れで伸ばすでしょ。捨ててく、れ。はい。この後、またまたフレーズ弾いていきます。フレーズ2、タブ譜で出します。どんなフレーズかというと、こんなフレーズ。かっこいいフレーズなんですよ、これ。3弦の4、2弦の4、2弦の5、2弦の7、1弦の8、7、5、7。ちょっとね、溜めたリズムですね。ちょっとね、俺に返すからやってみようか。俺に返す。森ならば、捨ててく。伸ばす。はい、次です。ここですよ。でん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 。
このフレーズです。ほんでですね、まだ終わんないの、もう一個次にすげえ決めが来るんですよ。次はフレーズ3です。次は Am をさーっと弾いといて、あ、タブ譜見てくださいね。Am を弾いといて、2弦の3-2-0で、その次、3弦の2-0なんですよ。どういうフレーズかというと、1-2-3-4。はい。で、次 E7 で、だっになりますね。もう一回練習、せーの、ダッダーズ。リズムわかります？ドンダ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 ッダーです。はい、裏でちょっとくるリズムなんでね、ここの行がもうひっくり返るぐらいのレベルの高さです。俺に返すからぶっ続けていきます。ゆっくりね、せーの、俺に返す。はい、ここでフレーズ2。はい、ここで3。そうね、壇上ってなっていきます。これはやばいよ、来てますよこれ皆さん。はい、ここが今日一番もうね、ひっくり返るぐらいのレベルの高いところでございます。で、その後サビの繰り返しになるんですけど、ここでもですね、またフレーズ1が出てきます。サビずっとやってて、あれは8月まばい日の中で違った愛の幻。はい。で、その後、1回目の、今の誓った愛の幻から、そして2年の月日がにまたぐんですけど、そこはまたね、その後ダダって止まる決めがあります。誓った愛の幻。はい、ここでダダ。そして2年の月日がと、またこのラストのサビに入っていくんですけど、ダダっていう風に入れる。あの、そこの誓った愛の幻フレーズ1、ダダダダ、そうしてダダってもう一回やるってことですね。で、そのそして2年の次が流れ去るところで言って、街でベージュ、指にルビーのリングを探すのさ、あなたを失って、また1、ここダダダダダダンダダン、まあ、今度ダダダダダダとね、3回連続になります。こうトゥートゥトゥルトゥートゥトゥルに行くところで、もう一回あなたを失ってから最後のね、あなたを失ってから、こんな感じです。このダダダダもカッティングですからね。こんな感じですね。いやー、というわけで、一応、まあ、さーっと駆け足ですけど、解説終わりです。フレーズ、大きいフレーズは、まずはイントロのフレーズ。はい。このメロディーは Am で、あの、曲の中でもいっぱい出てくるぞということと、イントロのシンコペーションの連続といい、まあ、とにかくなかなかすごいでしょ、これ。ね、やっぱ B メロがもうすごい、とにかく難しいんですよ。背中を丸めながら、ちょっと、ね、全部もう一回復習やってみましょう。せーの。背中を丸めながら、指のリングを抜き取って、ここから、ここでフレーズ3、こんな感じでございます。いやー、来たー。いやー、これはね、とにかくパートパートで練習するしかないです。これもさっきも言ったけど、ガズレレ大学でももうね、なかなか皆さんこれを掴むのは、大変だったんですけど、でも結果ね、できるようになるんですよ。本当に向き合ってるとね、身についてくるんで、面白い脳トレとしてゲーム的にやるのがいいと思いますね。ガズさんもこの曲はね、やっぱり難易度が高いんですけど、気持ちがいいんだよね、このグルーブが。ツッタッツタッチターンで、こう体でね。こう、なんとも言えないですよ、この気持ちがいい。この気持ちいい中にキメが入ってきて、もうね、そのなんとも言えない感じ、味わってください。つかめそうでつかめない、この感じ。いきますよ。トゥルービーの指輪、ガズレレかっこいいバージョン、2024年ハイパー改訂版かっこいい版、やってみる。1, 2, 3, 4.
して2年の月日が流され街でベージュのコートを見かけると指にルビーのリングを探すさあなたを失ってくる今やってました。これはもうかっこいいバージョンぶっ飛びですね。これはもうね相当ハイレベルですけど夢中になれること間違いなしですんで、まあパート分けして、組み立てていく、そんな風に、できるといいんじゃないかなというふうに思います。時間をかけてじっくり楽しんでいきましょう。2月17日、無料ガズレレイベントめくるめく時間を過ごしましょう。皆さん、長野県の松本でやります。寒いですよ。でも空気が澄んでて気持ちいい。そして無料なんですけれども申し込みが必要になっております。概要欄に詳細貼っとくんでぜひ皆さんチェックしてウクレレ持って集まってください。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していたこっちが1、2こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん楽器店さんので、今販売しておりますんでぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんでこれもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですねガズレレではですねもう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですねこのウクレレストラップとかこのキャップとか T シャツとかこのここに挟んでる水引きとかもういろんなんで可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともはでいろんなことやってるんですよガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうねガズレレ G ラボではですねもう課題曲もねもう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。